動物取扱業における犬猫の使用管理基準について質問します。犬や猫の繁殖業者やペットショップなどに対して管理方法を示した環境省令が今月6月1日から施行されています。たくさんの議論がこれまでにありました。動物愛護法、そして基準省令の改正や制定に至る経緯、そして背景について。令和元年に動物愛護管理法議員立法によりまして改正されたわけです。その省令につきましてはできる限り具体的なものでならないなければならないを規定をされました。定性的な基準による指導では不適正な事業者にいわゆるその言い逃れの機会を与える、また自治体の関係者からも具体的なものを求められたということでございます。新しい基準省令では犬猫などのですね、ケージの広さ、それから従業員と飼育頭数の関係などが具体的な数値で取り決められています。この主な特徴点、ケージ、従業員数、動物の管理、繁殖、販売等々についての、簡単で結構ですので、今般の使用管理基準の主な内容といたしましては、犬と猫の寝床や休息に使うケージの大きさを、ケージの大きさにつきまして、まず縦の長さは体長の2倍、横の長さは 1.5 倍とし、さらに運動用のスペースの広さを規定したところでございます。また従業員1人当たりの犬の飼育頭数を20頭まで、そのうち繁殖用は15頭までとし、猫につきましては30頭まで、そのうち繁殖用は25頭までとしたところでございます。さらにメスの繁殖の年齢を犬猫ともに原則 6歳までとしたこと、あるいは毛玉で覆われている、毛に糞尿がついて固まっているなどの不適切な状態を直接禁止したことなどがあり、統一的な考え方による明確な基準としたところでございます。田村君。基準省令ではケージ等の大きさ、従業員数、繁殖回数などの経過措置を設けています。経過措置を設けることとなった理由、その背景についても紹介していただけますか。いずれにしてもその事業者が理解をし、そして準備をしていく、そういう期間というのは必要であります。ただしその期間中であっても、今答弁の中にありましたように毛玉に覆われているとか、こういう不適正な、使用状況については、それは是正をしていただければならない。犬猫適正使用推進協議会、そして一般社団法人ペットパーク流通協会が昨年全国の事業者を対象に行ったアンケート結果があります。これも皆さんご存知のアンケート結果です。1113の事業者の回答があったわけですけども、従業員1人当たり繁殖犬15頭、繁殖猫25頭までの基準案に対して、犬の繁殖業者の 64.8%、 猫の繁殖業者の 31.7% が超過しているとの回答でありました。そして犬の繁殖業者の 32.3%、 猫の繁殖業者の 18.9% が廃業も視野に入れると回答しています。廃業を視野に入れる、それに伴って繁殖犬14万156頭、繁殖猫17218頭の譲渡が必要になるとの推計値も示されたわけであります。大臣にお伺いします。経過措置もあるんですけども、業者が対応することができずに多数の犬猫が廃棄される可能性もあります。そういう指摘もあります。対応支援策についてお伺いします。また提案なんですけども、業者と自治体がですね、連携して議論の場をね、国の方が設けるなど、こういうことをされてみてはいかがかと思うんですけども、どうでしょう。小泉大臣。先生おっしゃる通り、この、動物の使用管理基準、この施行に伴って結果として遺棄、そして廃棄、こういったものが増えていくということになれば本末転倒ですから、そういったことにならないように、今先生からご提案のあった、我々環境省としても必要な普及啓発や枠組み作り、議論のですね、そしてまた対応策、こういったものを進めたいと思ってます。特に、関係者の皆さんが共に議論して、取り組む場が必要だと思ってます。それは事業者、そして保護団体、そして行政、こういった連携が不可欠ですから、そういったことをしっかり、進めていくと同時にですね、我々としてもいかに早く浄土ができるような環境を作るか、これが非常に重要なポイントですので、今コロナで犬猫を飼う方が増えていて、どこで犬猫を飼いますかといったときに、まだまだペットショップっていうのが主流ですよね。しかしそうではなくて、保護犬、保護猫、そして引退した犬猫、こういった浄土というルートがあるんだ、むしろそれが主流化をしていく、こういった方向性に我々息の長い取り組みになると思いますが、確かな歩みをしていく一歩にこの施行がなっているというふうに考えております。田村君。ブリーダーや、それから、ペット業の方のですね、関係者、それから、消費者、幅広い人たちがですね、参加できる議論作り、これ国
の方でぜひですね、大きく進めていただきたいと、大臣の答弁進めていただきたいと思います。もう一問、大臣、私もですね、かつて猫を飼っていました。十数年家で飼いました。で本当に動物の共生しているありがたみというのをですね、身をもって感じてきたわけなんですけども、今度の同愛法とですね、基準省令の実施にあたって、動物の虐待、それから息がなくなること、殺処分がなくなること、これを心から思う一人であります。人間と動物の共生社会の実現に、環境大臣としての決意をお聞かせください。小泉大臣。明確にしたいことは、今回環境省が新たにこの管理基準を設けた思いというのは、事業者がより少ない人数で効率的に犬猫の使用ができるためではなく、動物愛護の精神に立脚をして、動物虐待とも思われかねないようなグレーな事業者にレッドカードを突きつける。そして自治体の皆さんが今までだったらなかなか踏み込めないというふうに思っていたところに背中を押して、もしもこの事業者大丈夫かと思ったら環境省に連絡をしていただいて、一緒になってレッドカードを出しやすいようにしていく、こういった動物愛護の精神に立脚をした対応だということであります。先生がかつて猫を飼われてたという話がありましたが、私も学生時代に、ラブラドールを飼っていて、今でもうちの家庭にはラブラドールがいます。本当にこのコロナの中で、家にいていかに力をもらうか、人と動物の共生、これが人間にとっても不可欠である、そういったものの中で動物愛護という精神がしっかりと伝わっていく、このきっかけにこの施行をしたいと、しっかりと我々の思いを世の中に伝えていきたいと思っております。続いてですね、地球環境問題に対応するための農林水産省緑の食料システム戦略について伺います。ここでは農林水産業の脱炭素化、化学農薬、肥料の低減を図り、有機農業を2050年までに100万ヘクタール、なんと100万ヘクタール、全農地の 25% を現在の40倍に拡大するというふうにされています。最初に環境省に伺います。里地里山の二次的自然環境、生物多様性に対して、農業を観光農業から有機農業、いわゆる観光として行われている農業から有機農業に切り替えていくことについての意義について。里地里山は長い歴史の中で、農業などのさまざまな人間の働きかけを通じて自然環境が形成され、その結果多くの固有種や絶滅危惧種を含む多様な生物の生息生育地となってございます。そのため里地里山における有機農業をはじめとする環境保全型農業を積極的に進めることが、安全な食べ物の確保だけでなく生物多様性の保全にとっても非常に重要であると認識してございます。田村君。はい。有機農業はですね、今、全耕地面積のわずか 0.5%、 2万3000ヘクタールです。これ2017年の統計です。先進国では最低水準となっています。ところがこれをですね、100万ヘクタールに農水省は拡大すると言っているんですよね。多くの有機農業者や関係者にとってみたら、これはまさに寝耳に水であってありました。菅総理が突然、去年ですね、カーボンニュートラル宣言をしたことと、気をいつにして昨年10月、野上農水大臣がこれまた突然公表して年末に戦略本部を設置してから草案策定までわずか3ヶ月ということであります。有機農家の方は2人しかヒアリングをしていません。日本有機農業研究会やそれから日本有機農業学会がですね、このヒアリングの対象者には見られなかったんですけども、長期にわたって有機農業の科学的実践的な蓄積をしてきた農業者、消費者、研究者の団体であります。ちゃんと意見を聞かれているんでしょうか。原副大臣。私どもはたくさんの意見寄せられておりますので、しっかり聞かせて、しっかり精査させていただいております。また先ほどの輸入飼料の話、とにかく我々としては自給飼料をしっかり頑張っているというふうに考えています。田村君。日本有機農業学会の設立首位賞をですね、紹介したいと思います。日本農業を巡るトータルシステム、それから経済主体を目指す、設立首位賞であります。つまり生産流通消費の構造変化、それから生産者と消費者、関連事業者などの意識改革、ここを目指す有機農業の思想や、あるいは運動の理念が無視されるのであれば、有機農業の健全な発展は期待しえないし、単純無制限な利潤活動に基づく新たな市場競争を将来する可能性すら存在すると、ここではそう述べられているわけであります。有機農業運動の長きにわたる蓄積において、有機農業の生産技術というのは私企業の儲けに資するものではなくて、公共的な社会資本として位置づけられてきています。この学会の宣言については、農水省はどのように評価をしていますか。やっぱりまずはですね、この今ある技術をできるだけこう横展開をするということが非常に大切である。
まあ、ですから私どもとしても2030年までに、まあ、基本的に今ある優れた技術を活用してです、ね、有機農業の面積を3倍程度にして、ただし2050年というさらなる目標に向けてイノベーションもを図りながら、まあ、さらに革新的な技術を横展開して、まあ、そういうような手順を追った方策をです、ね、考えさせていただいております。田村君、はい、それでね、話を副大臣、その緑の戦略の中身なんですけども、目標イノベーション、技術開発によって実現するとして、そのための研究開発を企画段階から事業化を見据えた知的財産の策定と実行と述べています。実際、大学発のベンチャー企業と連携して行うなどの技術開発が行われています。ドローンやロボットによるピンポイントサンプル、RNA 干渉による遺伝子抑制を利用した害虫防除、農業、漁業、機械の、電化、水素化、ゲノム編集によるスーパー品種の開発等々、実際にね、農業に取り組まれている方々からは、有機農業の思想とはかけ離れたものだという指摘がたくさんなされているわけであります。一例申し上げますと、日本有機農業研究会の理事を務める久保田裕子さん、メディアの取材に対して、人体や環境への影響はまだわからない点が多い、先端技術に偏りすぎている、このように指摘されているわけです。やっぱり有機というのは、有機ジャスの世界というのは、非常にナチュラルなものだというふうに考えています。それで今お話のあったです、いろんな科学技術というのは、それを全部それで有機に投入するということではなくて、ドローンを用いた農薬散布によって農薬の使用量リスクを軽減する、あるいはいろんな形でのですね、栽培管理、土壌管理によって化学肥料の使用を低減するとか、そういったものにも、全体の我が国の農林水産業全体に関わるものでございますので、その技術が全て有機にということではなくて、やっぱり有機っていうのは基本的にはナチュラルなもので、ただその革新的な生産技術っていうのは、これはしっかりと確立をしていかなきゃいけないというふうに思っています。有機農業にもっぱら取り組んでこられた方々はですね、やはりそちらの方が目につくと、でそれが強調されすぎてるんじゃないか、受け止めておられるわけですよね。農家がそれぞれ培ってきた環境に優しい技術をどう生かしていくのか見えない。有機農業推進法にはですね、科学的に合成された肥料や農薬を使用しないこと、並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法、こういうふうに定められているわけであります。国際機関もですね、国際有機農業運動連盟も生態学的プロセス、生物多様性及び地域の条件に適応した、サイクルに依存し、伝統革新価格を組み合わせて共有の環境と生活に利益をもたらすものというふうに定義付けているわけであります。やはりイノベーションよりもね、農地の生態系と作物の生命力を生かす、こうした技術を普及して地域社会を連携する、ここはやっぱり基本じゃない、ここはやっぱり踏み外してはいけないんじゃないか。地域社会の理解連携というのはすごく大切な、非常に大切なことであるという認識は私どもも持っておりまして、今現在やっぱり既存の優れた技術、これを2030年まではぜひ横展開をしていって、ですから2030年の段階では7万ヘクタール弱というような目標を立てている。イノベーションと申しましても、イノベーションして科学技術が確立されれば、それですぐに社会実装ができるというものではなくて、それをどう利用して横展開していくかという、まさにこの地域社会との連携というのが絶対に必要になってまいります。ですからこれはもう断続的というか、全然別の概念というよりは連続的な概念の中で、有機農業を拡大するために、税制ですとか、投融資、それから補助、そういったようなものを活用しながらですね、連続的にやっぱり考えていくということが必要じゃないか。地球温暖化対策と、そして農業の在り方についてのテーマなんですけども、緑の戦略、農水省の緑の戦略のですね、パブリックコメントでゲノム編集技術に対する意見がなんと 16,555 件も寄せられています。 RNA 農薬の安全性への懸念も寄せられているわけであります。大臣、環境省のですね、生物多様性国家戦略、2012から2020、このロードマップの中で次のような下りがあります。今後も農林業などの人為活動により形成された自然環境の保全回復を通じ
きて生物多様性が保全され、国民への安定的な食料供給や生物多様性が豊かな自然環境を提供できるよう、生物多様性保全をより重視した農業生産及び田園地域や里地里山の整備保全を推進することが必要ですというふうに書いてあるわけであります。今ずっと議論してきたんですけどね、大臣は環境大臣としてですね、このテーマについてどういうご所見をお持ちなのか最後にお伺いしたいと思います。小泉大臣、まず基本的な立場として、環境省、私が大臣になってから農水省と連携を相当深めてきました。連携合意も交わして、今野上大臣とも様々な政策分野で環境省農水省連携を進めていただいていますが、私は環境省と農水省が連携を強めれば強めるほど国民のためになると思います。今回緑の食料戦略システムも、私も今まで答弁でこれ過小評価されてるんじゃないかと言ってきましたが、もっと評価されて然るべき、高い目標を掲げたものだと思います。私が農林部会長の時と比べても農水省相当高い欲を持って、よくここまで、改革マインドでやっているんじゃないかなと思いながら、イノベーションも重要です。で、先生がご指摘のような、国民の方の不安に対しては向き合いながら、しかし日本はこれだけ食料に海外に依存して、世界 の WFP が世界に支援をしている食料の総量の 1.5 倍もロスを出している。この中で、最新の技術も使いながら、最近ではこの環境のことでビーガンを先行する、方々も若い人の中でも特に増えている中で、フードテック、この領域も相当伸びています。代替肉なども含めて、ですからこのイノベーションの重要性は私はあると思います。この中でもしかし大事なことは、生物多様性を守りながら、環境保全と、農林水産業の振興と、そして日本がよりエネルギーや食を、海外に依存を強めることなく自立した国家に向けて、これからも農水省と連携頑張っていきたいと思います。副大臣よろしくお願いします。田村君、緑の戦略はですね、やはり関係者から違和感があると言われています。そこをですね、やはり解決するのがまず大切じゃないかなということを申し上げて、今日の質問を